どうも皆様こんばんは、マーヤです。深夜の雑談のお時間がやってまいりました。深夜じゃないけどね、全然深夜じゃないけど、2017年5月13日の土曜日8時半、めちゃめちゃいい時間帯や、一番幸せな時間帯ですよ。この時間帯にちょっとね、雑談していきたいと思います。っていうかさ、フォールアウトのね、動画を撮ろうかなと思いまして、で、ノラ様の今これ体型をいじってたわけなんですけれども、これめちゃめちゃかっこよくない？これはちょっとやばいな、脳汁出てくるわっていうね、そんな感じの素晴らしいアーマーがあるんで、これを着させて動画を撮ろうかなって思って、とりあえずちょっと一服しよう思ってね、休憩しながらツイッターを見てたら、とあるゲームサイトのね、面白い記事があったんでね、それに対して今日はね、文句言っていきたいと思う。文句じゃねえけどな、物申していきたいと思います。ってことで、フォールアウトはまた明日撮りますわ。ってことで早速行きましょう。今日もね、おっさんが適当にね、うだうだ喋ってるだけなんでね、まあ、軽く聞き流していただければ幸いでございます。で、テーマがね、今回のテーマ、今のゲーム業界が忘れかけていることっていうテーマをゲームスパークさんがね、掲載してます。毎週やってるアンケート企画で、読者からの意見を集めて、それを掲載してるみたいな、そんな感じです。深いテーマやで。今のゲーム業界が忘れかけていることっていうね。まあ、どういう企画かっていうと、要するに、まあ、ディベロッパー側、制作者側に対するプレイヤーの不満といいましょうかね。要望といいましょうか。いろんな意見が出てきてます。それをね、私ちょっと読んでたんやけどね、あまりにもね、ちょっと、青臭いな、みたいなね。そういう感情を抱いてしまったんで、まあ、この意見に対する私の考え方をね、ちょっと雑談で喋っていこうかなみたいな、物申す系かなっていうね、ちょっとおっさんが何を生意気なこと言うとんねんっていうね、そういう企画になっておりますけれどもね、生温かく聞いていってくださいってことでいきます。ちょっと文字でかするわ、この広告が邪魔やからな。はい、この辺でいいかな。いきましょう。毎週恒例の読者参加アンケートコーナー、今のゲーム業界が忘れかけていることというテーマで皆様から募集した回答をご報告っていうね、ゲームスパークさんの記事です。これをね、今日はちょっと使わせていただきます。はい。で、いろんな人からのね、意見が出てるんやけど、これをね、一個ずつちょっと読んでいきましょうかね。かなり多いと思うんやけど、まあ面白いんでちょっと見ていきましょう。ナンバーワン。日本企業、そのゲーム自分でやって面白いの？っていうね、まあ一プレイヤーの意見なんでしょうけど、日本企業のゲームっていうのを私自身あんまやらないんでね、ここ最近やったといえば戦乱神楽ぐらいですよ。神ゲー戦乱神楽、あれは面白い。タムソフトは面白いわ。戦乱神楽は最高に面白かった。そのゲーム自分でやって面白いのっていうね、まあ制作者に対する文句ですよね、これは。うん、でも昔はさ、もうテレビゲームといえば日本っていうぐらいね、もう日本がトップやったわけなんやけど、もうここ最近日本のゲーム業界といえば完全にスマホに食われちゃってね、課金でガチャガチャして札束で殴り合うゲームとかね、そういう風に言われてますけれどもね。うん、まあこの辺はね、ちょっと語り出したらね、止まらんようになっちゃうよね。でしかも私あんまり日本のゲームやらへんからね、あんまりちょっとこの辺に対してはあんまり何も言えないんですけれども、まあこういうふうに思ってる人が多いわけですよね。そのゲーム自分でやっておもろいんかって。もうちょっと考えてゲーム作れよっていうね。多分そういうことやと思います。隠しキャラみたいなおまけ的な要素。そういうのが DLC になってしまっているのは少し寂しい。性能が上がってくるにつれ、制作の時間もないし、開発費も高くなるだろうから仕方ないんだろうけど。っていうね、隠しキャラ、まあ、これは無理や。でもこれはどないあがいても無理ですよ。隠しキャラを仕込むなんていうことはもう今の時代は無理ですよ。なんでかって言ったら、もうインターネットでね、隠しキャラなんて速攻で共有されますからね。攻略サイトとかね、そんなん見りゃもう隠しキャラが隠しキャラじゃなくなってしまいますからね。だからもうこれは無理でしょ。昔はね、ファミコンとかね、スーパーファミコンとか、そんな時代はそういうね、隠しキャラ裏技っていうのを見つけたらさ、めちゃめちゃ嬉しくてさ、自分だけの攻略法
みたいなんもねあって、そういう楽しみ方確かにあったんやけど、でも今はねもうそれ無理ですよ。インターネットで情報仕入れながらみんなゲームするわけやからね、それは無理で、昔はこういう情報っていうのは雑誌ね、ファミ通とかそういう雑誌がこういう技があるぜみたいな感じでそういう記事をね掲載して、それで初めて世の中に広まるみたいな、そんな感じやってんやけど、もう今は無理でしょ。これをねちょっとゲーム制作会社に要求するのはねちょっと酷やと思いますよ。無理無理、これは無理。そういうのが DLC になってしまっているのは少し寂しいっていうのはちょっとようわからんな。 DLC は関係ないと思うけどね。うん、性能が上がってくるにつれ制作の時間もないし開発費も高くなる、だから仕方ないんだろうけど、うん、まあそれは関係ないでしょう。子供心、うん、これも深いな。子供心、これね、でも一つ言えることは、まあ要するにゲーム作ってる人間に対してね、もっと子供みたいにはしゃいでそういうゲーム作れよって多分言ってるんでしょうけど、子供心が必要なのはプレイヤーの方ですよ。これはね、マジで。お互いに言えること。一つの作品に対する制作期間。もちろん長く開発すればするほどいい作品に仕上がるわけではないけど、開発期間が短く、バグや最適化不足のゲームが多いと感じる。うん。まあ、これはまあ、その通りかな。それは私も思います。特に UBI のゲームとかね。ガン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 出しすぎやろうっていうね、そういう気はします。もうちょっと一つのゲームをねじっくり育てた方がええんちゃうかなっていう、そういう気はしますけれども、まあ商売やからね、しゃあないっていう面もあると思いますっていう、私は今日はねこのプレイヤー側というよりも、ゲーム制作者側の気持ちに立ってちょっとね意見してる部分があるんでね、相反する意見になると思いますけれども、ゲームは作っていてもプレイしていても決して恥ずかしいものじゃない。金儲けより先にゲームは物語、デザイン、映像技術、音楽、演技、様々な芸術分野からなるエンターテインメントの結晶であることを思い出してほしい。うん。まあこれはプレイヤーに言えることですよね。もちろんゲーム作ってる側にも言えることですけれども、これはね、ゲームやる人間も作る人間も全ての人間が考えないといけないことやと思います。最近のゲームは複雑になりすぎて単純だけど面白いっていうゲームがあまりないかな。まあすでにそういうアイデアは出尽くしてしまったのだろうけど、たまにはミニマルな表現の中で面白さをとことん追求したゲームをやってみたい。うん、いやいくらでもありますよこれは。うん、あのSteam覗けばね腐るほどありますね。国内美少女キャラに頼らなくても本当に面白ければヒットすることですね。うん、まあ確かに国内のゲームっていうのは美少年、美少年、美少女、そういうキャラばっかりやからね。でパンチラね、これ多すぎるよね。うん、でも本当に面白ければそんなことする必要ないっていうのは私も思います。独自性、似たような絵、世界観、ストーリー、ゲームシステム、うん、まあこれはしゃあないわな。もう出尽くした感があるからね。これはもうしゃあないと思います。ゲーム制作者が作るのを楽しんでいない気がする。ゲーム制作者が作るのを楽しんでない気がする。これもね、昔はさ、ファミコンとかね、スーパーファミコンとか、そんな時代のさ、単純なゲームやったらさ、もう数人で作ってたようなゲームやったらね、それは制作者が楽しんで作るでしょうけど、今のゲームってさ、数億円規模のお金をかけてね、で、スタッフも何千人でいてるわけですから、それはね、昔とはもう形態が全然違いますよ。だからそれをね、ゲーム制作者が作るのを楽しんでない気がする。これはちょっとね、そんな単純な話じゃないと思います。うん、もっと難しい問題だと思います。裏技。もうこれもさっきと一緒やね。裏技があったところで裏技じゃなくなるからね。発売した瞬間に裏技じゃなくなるから、もうこれはもうしゃあない。まあ、昔で言うところのグラディウスの上上下下、左右左右 BA とかね。それで、なんか装備がね、
フル装備になったりね、そういう裏技があったわけやけど、今はもうそんなネットで一緒に広まるからね、それは無理です。完成してから売るということ、金額に見合う出来なのか、とりあえず売るだけ売ればいいってもんじゃない。これは私も思います。私、アーリーアクセスのゲームとかよくプレイしてますけれども、実はあんまりアーリーアクセスのゲームに肯定的な意見は持てません。どちらかというと否定的、完成してから売れよっていうね、そういう気は私もします。客を楽しませようとすること、特に国内大手、有名なシリーズの作品だと FF15、スト5が代表格か、未完成で売り逃げや DLC で金取ることしか考えてないメーカーが多すぎ、そんなとこに限ってゲームが面白くないのもひどい。未完成で売り逃げ、DLC で金取ることしか、そういうメーカーもあるんでしょうけどね。ただ別に DLC で金取ることに対して私は全く否定的な意見はないんでね。というかむしろもっとどんどん DLC で出してくれ、面白いゲームやったら何もでも金払うからっていう、そういうタイプの人間なんで、別に DLC はいいと思うんやけど、ただ本編スカスカで、で DLC で保管するようなね、そういうゲームはちょっとね、さすがにダメやと思いますけれども、これ未完成よね、未完成で売り逃げ。でもそんなゲームやったことないけどな。本編未完成で売り逃げ、で DLC で金取る、そんなゲームある？アーリーアクセスのゲームはね、未完成で売り逃げっていうのはよくありますけれどもね。でその後 DLC で金取るとかっていうのはちょっとあんまりよくわからんな。売れるセオリーが出来上がってしまってからテンプレ式流れ作業になり、製造業となり果ててしまった。忘れるな、夢を売る商売をしているんだということを。いいこと言い張りますね。新しい発想、初代メタルギアのアクションゲーム作りたいけどスペック的に無理やんけ、せやできるだけアクションさせないアクションゲーム作ったろのような、技術や型のない時代だからこそ何とかしようとした向上心にあたるものが今にはあんまり見られない。自称王道のありきたり RPG、 自称レトロ風のただガサツな作りなだけのしょっぱい横すくいアクション、自称超本格の妖芸もどき、そして露骨に稼げるパチスロか、もううんざり。そんな文句ばっかり言うんやったらもうゲームやめた方がええんちゃうと思うんやけどな。私は別にそんな文句を感じひんけど。忘れているのは売る側だけなんだろうか。いい意見ですよこれ。そう、ゲームに対してね、忘れているもの、それは作り手だけじゃないんよ、プレイヤー側、本当にね、気づかないといけないのはプレイヤー側ですよ。プレイヤー側が昔のような子供心でね、本当に純粋にゲームを楽しんでいた頃、それをね、思い出す必要があると思います。はい。触っている、見ているだけで楽しいと思えるかどうかということ。e スポーツを意識している作品が増えてきているけど、バランスや公平性を意識しすぎて、鎖につながれているような気分になってしまう。これはしゃあないで。だってやっぱ競技性の強い対戦ゲームっていうのは、やっぱ公平に作らないとダメですからね。バランスが大事。このバランスが崩れちゃうと、一気に面白くなくなってしまうんよ。例えばめちゃめちゃ強い武器をね、リリースしてさ、それでバランスがぶっ壊れちゃったらね、もう誰もやれへんよ。だってその武器で殺されたらムカつくだけやもん。その強い武器でヘッドショット一発で倒されたら、ただただムカつくだけやから全然楽しくないんよ。だから対戦ゲームっていうのは特にバランスよく作らないため、公平性を意識して作らないと、もう人がね、一気にかそって終わってしまうという、そういう現実があるから、もうこれはしゃあないで。バランスと公平性、これはもう絶対に意識せなあかん部分、対戦ゲームはね。エボルブとかさ、デッドバイデイライトとか、ああいう非対称対戦のゲーム、そういうゲームはね、ちょっと少々ぶっ壊れとってもええと思うんですけどね、私は。ただやっぱね、やっぱ e スポーツ、競技性の強いゲームっていうのはね、バランスと公平性、もうこれが絶対第一条件やと思うので、ちょっとこの意見はどうかなと思います。
ゲームはシステムやアイデアを売る商品だと思いますよ。ダウンロードコンテンツを売るってのはクリエイターの道から外れているんじゃありませんかね。なんでやねん。なんで？なんで？全くわからんわ。むしろ私はどんどん、さっきも言ったけど、DLC どんどん出してほしい。未だに私、フォールアウトプレイしてますけれどもね。もう DLC 終わっちゃってさ、リリースされてませんけど、できれば3ヶ月に1回出してほしいよ。毎回絶対買うから。っていうぐらい、DLC は欲しいです。うん、っていうかさ、DLC なんてね、買う買わないは、プレイヤー次第なんやから、別にええやん。何があかんの？ダウンロードコンテンツを売るってのはクリエイターの道から外れてるんじゃありませんかね。これがちょっと意味がわからへん。なんでな。DLC 興味なかったら買わんかったらええし、欲しい人は買うっていうね。それでいいじゃん。で、さっきも言ったように、本編スカスカで DLC ないと話になれへんっていうね、そういう売り方する場合は、それはあかんやろって思いますけれどもね。別にダウンロードコンテンツで新しいミッションが追加されたりね、新しい武器が追加されたり、それは別に欲しい人は買うっていうだけのことじゃないんかね。だって商売でやってんねやから。売らな。で、この、例えばこの作品の続編作るにしても売れないと、売り上げ上がらないと作れないわけやからね。だから私は DLC どんどん出して売り上げに貢献したいって思えるゲームには金を使いたいっていう考え方なんで、こういう考え方は全く理解できないっていう感じでしょうかね。皆様はいかがお考えでしょうか。アーケードライクなとっつきの良さ、セーブやアカウント資産に頼らず短時間で完結するゲームプレイ、一見に分かり合い魅力と抑えられたボタン数、そして品質。いや、そんなゲームいくらでもあるから探しいなっていうね。そんな感じやな。ゲームも音楽も全て作り手の心から生まれてくるもの、その畑を潰してはいけない。誰が潰すの？これはプレイヤーに対する言葉なんかな。ちょっとよくわからんけどね。そういうことなんかな。開発資金、実際これに尽きると思う。お金がなければいいスタッフも雇えないし、開発期間自体も短くなって、結局面白いゲームが作れない。想像力や発想力だけではどうにもならないところまで来ている気がする。正直、中古市場の売り上げの 1% でもメーカーに入れば随分違う気もするけど、まあ無理だろうけど。これね、まさにこれですよ。結局金ないよ。面白いゲーム作ろうと思うとね、やっぱ資金が必要やしね。うん、だからDLC でね、お金取ることに私は別に否定的な意見はないけど、うん。やっぱね、続編作ろうと思うと、そのね、前のシリーズがヒットしないとダメですし、売り上げ上がらないとどうしようもないからね。うん。ですよね。説得力。ストーリーと世界観と登場する人物やら装備に整合性が感じられないものが多い気がする。別にリアルである必要はないんだけど、とりあえず凄そうな雰囲気の専門用語が飛び交い、やたら派手だったり、よくわからないデザインの装備やキャラで、局所的にしか感じられない世界のピンチを救っても、プレイ後の印象はとても薄い。主人公やそれを取り巻く世界と話の流れになるほどと思わせてくれたり、きっと丸々ってことなんだろうなと妄想させてくれるほどの説得力があれば、もっと面白いゲームが生まれるのではないでしょうか。ちょっと甘えすぎやな、これは。うん。想像力足りなさすぎるよ。ロールプレイっていうね、言葉をね、思い出してください。ストーリーなんてね、自分の頭の中で作りゃいいよ。それだけのこと。うん。妖芸は特にね、わざとストーリーをね、濃くせずに、ふわーっと作って、フォールアウトなんかそうや。ストーリーなんかこれどうだっていいや。フォールアウトね。なんかふわーっとしたストーリーはあってね、なんか、子供を探すっていう、そういうストーリーはあるけど、そんなん別にどうでもええやん。あ、自分の頭の中でどういうふうに保管するかっていう遊びをゲーム側が提供して、わざとストーリー薄くしてるわけやからね。ストーリー濃くすると一本道になっちゃうから、もうその道、決まった道へ走るだけっていうふうになっちゃうからね、ストーリーを濃くすると。だからそれを防ぐために、自由度を作るために、わざと世界観もね、ふわーっとした感じでプレイヤーの想像に委ねるっていう、そういう世界を提供してると思うんやけどな。私はね、私はそういうふうにプレイしてますから。まあこれあくまでもね、まあ個人的な意見で
この人のね、この人がまあそういう風に感じてるんやと思うんやけど、そこはねもうちょっと想像力を働かした方がええんちゃうかなとは思います。ファミコンやスーパーファミコンなどのレトロハードと共に育ってきたコアゲーマーへの配慮は、最近の和ゲーは初心者でも楽しめるように何々が多すぎる、美少年美少女キャラに人気声優の起用ばかりを押し出して話題性の獲得ばかり、そのくせストーリーやシステム、クリア後のおまけ要素なんかすっかすかで、たかがコスチュームチェンジに追加で金を払わせようとする始末、挙句の果てには札束で殴り合うだけのスマホゲーしか作らない、解雇中だと思われるかもしれんが、新規ユーザーの獲得ばかりを気にしてどうすればゲームを面白くできるかという気持ちが感じられない。まあ言ってること分からんこともないけど、コスチュームチェンジに追加料金で金を払わせようとする始末。いや払わんかったらええやん別にね。あ、このコスチューム可愛いな欲しいなと思ったら金出したらええやん。そこに文句言うとこじゃないと思うんやけどな別に。私別に普通に買うけどね。あ、この装備めっちゃかっこええわ、これちょっと買うわでええやん、でいらんかったら買わんかったらええやんっていう風にプレイヤーが決めれるわけやからね、好きにすりゃええと思うんやけどな。なぜここに文句を言うのか、これがちょっとわからない。挙句の果てには札束で殴り合うだけのスマホゲーしか作らない、これはスマホゲーしか作らないじゃなくて、これが儲かるからこれをやってるだけの話やからね。結局これが儲かるってことは、日本のゲーマーっていうのはこういうゲームが好きなんよ、だからそうなってるっていうだけの話ね。まあ、これはゲーム作る側が悪いんじゃなくて、そんな世の中、そんなゲーム事情になってしまった日本の問題でしょう。これはゲーム側だけを問い詰めるようなそういう問題じゃないと思いますけどね。はい、まあ確かにね、スマホでね金払わして月10万とかね普通に使ってる人とかいっぱいいてるやんか。そういうのを見てるとね、そんな金払わんでももっと面白いゲームいっぱいあるでって教えたいっていう、そういう気持ちはありますよ。それはあるけど、ただスマホゲーにね月10万使ってる人、その人はそれで楽しんでるわけやからね。まあそこは別にね文句言ってもしゃあないというか、もうそれは日本の現状はそういう現状やからね、もうそれしゃあないでってな感じでしょうか。ここに上がっている要望に応えようとしているのがインディーズなんだろうな。日本メーカーに言ってやりたいのはリアリティの追求、安易にアニメで逃げないでほしい、もしこの世界に自分が降り立つことがあったら、そんな視点が全くもって欠けている。何を言ってんねんって感じやな。これは別にリアリティを追求するのがゲームじゃないからね。別にアニメ調のゲームもありゃね、リアル調のゲームもあるし、いろんなゲームがある、その中の一つでしかないからね。そんなことにいちいち文句言うなよっていうね。利益のためのゲームではなく、ゲームがあるからこそ利益があるのでは。世の中の仕組みを全く分かってないと言いましょうか。もともとゲームを趣味で作ってて、そこに利益がついてきたっていうのじゃないからね。利益を上げるためにゲームを作ってるわけやから、言ってることがむちゃくちゃやで、これ。マジで。インディーズでね、利益とかそんなん関係なしで、みんなで集まって自分たちの面白いゲーム作ろうぜっていうね、そういうのは別やで。それは別に利益なんて関係ないし、自分たちで面白いと思うゲーム作りゃええと思うんやけど、今世の中に出回ってるゲームっていうのは儲けを得るためにゲーム作ってるわけやからね。こういう意見っていうのはもうこれ社会のシステムを全く無視した意見と言いましょうかね。何を言ってるんだっていうね、そういうツッコミしか出てこへん。自分は昔よりも今のゲームの方がむしろ楽しめている人間ゆえに、企業に特別思い出してほしいってことはないかな。ユーザーにこそ思い出すべきことがあるんじゃないでしょうか。めちゃめちゃええこと言うわ、この人。そうなんや。プレイする側が思い出すべきこと、これがね、多すぎると思います。
いいもの作ってそれに見合うだけの対価をもらうって心かな。ソシャゲやコスチューム DLC といい、いかに効率よく集金できるかばかり進化していってる気がする。うん、なんかやっぱみんな DLC に否定的なんかな。うん、ちょっとこの辺は分からへんな。ちょっと私には分かりません。日本企業が忘れてしまった 2D 芸の良さは、海外インディー勢が勝手に復興してくれてるからもう洋芸でいいやってなってしまうよな、うん、用意されたやり込み要素はやり込まされ要素だということ。用意したわけじゃないのについついやり込んでしまうのがやり込み要素だから、用意されるとやらされてるのと同じ。よくわからん。続編ものが多すぎる気がする。コスト面等で冒険しにくいのはわかるけど、ゲーム業界に風穴を開けるような新規 IP が出てくるといいな。これはね、ゲームだけじゃないんよな。映画もそうなんですよね。映画もさ、原作ありきの、例えばマーベルとかね、 DC コミックスのヒーローもんとかさ、もともと原作があるものの映画化ばっかりやんか。もしくはスターウォーズの続編とかね、そういう続編もの、もしくはリブート、昔の映画のリブートっていうのものばっかりになってきてるんよね。映画もで、ゲームもそうやんか。なかなか新規 IP のゲームが出てこないっていうのは売れへんのよ。結局続編が売れるんよ。例えば2とか3とかね、ナンバリングついてるゲームっていうのは売れるんやけど、全くの新規 IP ってなかなか売れへんのよ。だからもう映画もそうやし、ゲーム業界もね、そういう風になっていってるんよな。これはね、映画のね、なんかの記事で言うとったわ、誰かが。もう新規 IP で作れない、全くオリジナルのストーリーの新しい映画、これを作れないっていうか、もうネタがないらしいね。もう全く一から作ったストーリーっていうのはもう作れないらしいよ、マジで。もう全て出尽くしてるから。だから新規 IP のゲーム、映画っていうのはもう作れないみたいなね、そういうことをね、有名な人が言ってました。これはもうゲームも一緒やと思います。ナンバリングがついてたらね、売れるから、とりあえず。でも、全く意味わからん名前のね、ゲーム出してもほとんど売れないっていう現状があるのでね、これはもうしゃあないと思います。なんだかんだ言ってもゲームとしての出来は総じて昔より良くなっていると思う。ただ全体的に対策志向で悪ふざけみたいなゲームが出なくなったのは寂しいかな。まあそういうのはインディーズに求める時代か。うん、せやね、なんだかんだ言ってもゲームとしての出来は総じて昔より良くなっている。もうこの当たり前やね。たまにさ、昔のゲームは面白かったでとかっていうね、そういうこと言うねアホがいてるけど、今のゲームより昔のゲームの方が面白かったっていうことなんてね、絶対ないから。もうこれは言い切れる。絶対言い切れる。ファミコンからゲームをやってた私がね、これはもう断言します。昔のゲームなんてね、もう理不尽で理不尽で、もうクソゲーばっかりや、もうコントローラー投げてファミコンでサッカーし、もうムカついてファミコンでサッカーしたりね、バックドロップしたりね、エルボードロップ食らわしたりね、もうそれぐらいムカつくゲームばっかりやったから、本当に。プレイしててストレスしかたまらんゲーム、そんなゲームばっかりやったからね、昔のファミコンゲームとか。まあ面白いゲームもあるけどね、あるけど、やっててストレスしかたまらんっていうね、ゲームがほとんどやったから。だって理不尽やもん。絶対クリアできへん面とか、そんな普通にあったからね。うん、よくね、ファミコンでムカついてサッカーしてたわ。うん、蹴り飛ばしてね。うん、だからまあ今のゲームはね、なるべくプレイヤーにストレスを与えずにね、うん、適度な難易度で適度にサク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 進めるように作られてるからね、まあ絶対今の方が面白いと思う、私はね思います。ただ古いゲーム、昔ファミコンとかスーパーファミコンとか、その時代っていうのはやるゲームがそんななかったから、だからね、クソゲーって分かっててもそのゲームをやり続けたんよ。もうクソでクソでね、ムカついてどうしようもないゲームやけど、そのゲームを300時間とか400時間とか普通にやってたからね。それしかやるもんなかったから。だからね、だから私
難しいゲームが嫌いで、ストレスがかかるゲーム嫌いってよう言うてますけど、それなんで嫌いかって言ったら、もうそれファミコンでね、ファミコンの時代にもやりまくってるんよ、そういうムカつくゲーム。だからもうそれね、やりたくないんよ。だから今やってるゲーム、もう難易度が低くてサクサク進めて無双できるゲームが好きっていうね、多分ね、これはもうファミコンの時のトラウマやと思います。はい。ユーザーの存在を忘れてるだろう。制作者の独りよがりみたいなゲームはいらないし、意味のわからない出費はしたくないし、発表だけしていつまで経っても売ってくれないのもアホらしい。これは難しいで。制作者の独りよがりっていうのは、要するに制作者がこだわって作ってるっていうことやからね。ユーザーがどう思うか関係ない。俺はこういうゲームが作りたいんやって言ってこだわって作ってるゲームを独りよがりと取るか、めっちゃこだわってると取るか、それはプレイヤー次第やからね。だからこれはちょっとね、難しい言葉やと思いますよ。独りよがりでいいじゃないか。そこまでこだわって作って、でそれを面白いと思う人だけにプレイしてもらったら俺はいいんやっていう制作者って素晴らしくないですかと思いますけどね、私は。一昔前みたいにもっと自由に作ってもいいんじゃないかな。変に声のでかいユーザーを気にしてしまうより、作りたいものを作ってくれればユーザーはついていくと思いたい。やな。自由に作ってもいいんじゃないか。いやでも結構みんな自由に作ってるんじゃないかなって思うけどね。結構自由じゃない？ゲーム業界って結構自由やんな。映画はもっと厳しいでしょ。表現のね、表現の規制がもっと厳しいと思うけど、完全な買い切りって少なくなったなぁと思う。おしゃれ系課金もあるし、別に悪いわけじゃないし、それが今のあり方っていうのも理解できるんだけど、最近ではなくなった。おしゃれ系課金ね。これね。これいい、全然いいやん。おしゃれしたい人は買えばええし、興味ない人は買わんかったらええし、それでええんちゃうのね。完璧なゲームの提供。最近はバグが見つかってもアップデートで直せばいい感がある気がする。ファミコンとかスーパーファミコンみたいな単純なゲームやったらね、バグ潰しもね、そんな難しくないやろうけど、今のゲームってほんと複雑やからね。一つバグ潰したら、三つバグが出てきたりね。バグがゼロのゲームなんてありえないから、だからね、これは無理ですよ。アップデートで気長に直していくっていう姿勢を見せてるだけでも私はいいと思いますけどね。完璧なゲームの提供。完璧なゲームの提供、そんな無理、不可能です。絶対に不可能です。100% 不可能です。必死さ。納期が迫ってるから急いで作れとかではなくて、このゲームが売れなかったら倒産するみたいな会社がヒット作を生み出した過去や経験は忘れないでほしい。技術力や開発環境は格段に進歩していると思います。でもクリエイターがついてこれていないような気がします。リアルなグラフィック、イベントシーンは映画のワンシーンのようなムービーと声優のボイス付き。でも肝心のストーリーは、世界観は、味方が寝返ったり衝撃的な死を遂げなくてもいいんです。 NPC のセリフ回し、生い立ちや育ってきた環境、過去や未来、もっと生きた世界を作り上げてほしいです。時間や天候、 PC の性別で会話が変わる、低レベル時と高レベル時で話し方が変わる、その世界に住んでいる NPC 一人一人にサブストーリーを作ってみては、過程を極力省いて最短でカンスト、エンドコンテンツに力を入れてばかり。 RPG って過程が一番楽しいはずなのに。これはもう完全にプレイヤー次第ですよね。と思いますけれどもね。どう楽しむかっていうだけの問題だと思うけどね。だって今のゲーム、世界観うんぬんって言うけど、ものすごい、まあスカイリムなんかにしてもね、ものすごい膨大なテキスト量、本だけで何冊あんの、あれ、それ全部読んでる人いてますかって話ですよ ね。まあ特にベセスダのゲームはね、テキストがめちゃめちゃ多いですよ。そういうのを読むことによって、ゲームのバックグラウンド、キャラのバックグラウンド、それを知ることができるんですけどね。
だから昔より、昔に考えると世界観の設定はね、かなりね複雑化して面白いと思いますけどね。あとはその与えられた世界でプレイヤーがどう遊ぶかっていう、まあ、それだけの問題だと思うんですけれどもね、まあ、どう遊ぶかですよね。まあ、砂場があるんやからね、その砂場で自由に遊べばいいよ。プレイヤー本位で作ってよ。プレイヤーがどう思うか、どう受け取るか、どうしたいと考えるか、常にそれらを考えて作ってよ。そうしたら十字キーを前進、後退、左右旋回、左スティックが支点、右スティックがロックオン選択みたいな意味わからない操作方法のゲームができるはずがない。うん、何を子供みたいなこと言うとんねんっていうね。プレイヤー本位で作ってよじゃないやろ。俺の好みのゲームを作ってよってことでしょね。そういうことでしょ。紙の説明書のワクワク感。店で買ってすぐできるわけじゃないからこそ、買えるまでの説明書を読む時間は楽しかったと思う。ダウンロード販売が増えてきたのも原因なのかもしれないけど、未だパッケージ派の自分としては悲しい。紙の説明書のワクワク感。まあわかるな。これはわかります。確かに。私も結構説明書読む派なんでね。まあわかりますけれども。ただね、物理的な付属品を増やすとその分値段が上がりますからね。そこをどう考えるか。紙の説明、パッケージ版に紙の説明書をつけるとね、それだけでコストが上がるわけですからね。まあその分インターネットでね情報仕入れて説明ね仕入れりゃええだけの話やから。もしくはゲーム内にチュートリアルがあるからね、紙の説明書をつける必要がないんやけど。でもまあ紙の説明書をね読んでる時のワクワク感、これはわかります。なんとなくわかります。取扱説明書というかブックレットの重要さ。ゲーム内にチュートリアルがあるから必要ないって風潮が悲しい。子供の頃はとっくに操作が分かってても長いロード中に挿絵見たり導入文読んだりしてよりゲームの世界に没入してたと思う。今はパッケージ開けたらペラッペラの PR 広告 1,2 枚だけってなんだよ。ワクワクしてたのに現実に引き戻すんじゃねえよ。長いロード中に挿絵見たり導入文読んだり、これはロード中にゲームの画面に表示されてるからね、挿絵。そしてロード中にチュートリアルが流れますからね、今のゲームは。ちょっとこれ分かれへんな。ゲームちゃんとゲームやってるこの人。長いロード中に何も表示されないゲームなんて今時ないで。うん、それを読んどきゃええと思うんやけど。購入時、プレイ時の公平性。自国のゲームが買えないのは理不尽だし、近年のゲーム、特にモバイルでは、支払った金額で勝負が決まってしまうのがあまりにも多すぎる。自分から客を遠ざけて何になるんだ。ドブに捨てた金の量で勝負して何が楽しいんだ。その国にとって宗教的、政治的に不適切な表現がない限りは、どこに住んでいても好きな作品を変えて純粋な実力で勝負できることは当たり前であるべきだろう。自国のゲームが買えないのは理不尽だし、ちょっとわからんな。ちょっと意味がわからん。どういうこと？まあ、ここはわかる。自国のゲームが買えないのは理不尽。これがちょっと意味わからん。どういうことこれ？こっちはわかる。近年のゲーム、特にモバイルでは支払った金額で勝負が決まってしまうものがあまりにも多すぎる。これはわかる。わかるけど、これもね、どっちかないよ。例えばさ、MMORPG というね、ジャンルがあります。で、まあ、MMO ってさ、結構廃人が多いんよね。ニートの廃人が、引きこもりニートがね、一日中やってるわけですよ。朝から晩までね。で、レアアイテム、一日中張り込んでね、それをゲットしたりするわけですよ。でもそれってサラリーマンにはできへんわけなんよね。だからもう廃人、仕事してないやつが一番強いんよ。MMORPG ね、一昔前のね RPG っていうのは。でもそれはそれで問題じゃない？だってサラリーマンはさ、仕事あるしね、ゲームをプレイできる時間っていうのは限られてるわけやから、その廃人には絶対勝てない。これはね、サラリーマンはね、全然面白くないよね。だからサラリーマンはやめたってなるんよ。で、結局ね、廃人だけが残ってね。で、初心者を一切もう寄せ付けない。っていうね、そういう閉鎖的な世界がね、
出来上がってしまってたわけですよ、昔の MMO というのはね。だからそれをなくすためにある程度課金で、例えばブーストしたりね、経験値ブーストしたり、課金で強い装備が買えたりっていう風な風潮に変わってきたんでしょ、それは。だからそれはね、確かに札束で殴り合うっていうのはね、どうかなとは思いますけれども、それでもね、廃人ニートに勝てないサラリーマンにとっては、金で解決できるんやったらそっちの方がいいわっていう人が多いのも理解できるかなっていう、そういう気はします。まあ、この辺はね、いろいろと意見が分かれるとこやと思いますけれども、まあ別に私は、スマホゲームに課金しないんでね、別にどうでもいいですけれども、ただ日本のゲーム業界がモバイル、スマホゲーに食われていってるっていうのはね、非常に寂しく思います。まあどっちかやろうね、これは。廃人ニートが強いゲーム、もしくは札束が強いゲーム、どっちを選ぶかと思いますよ。廃人ニートが偉そうにねしてるゲームの世界っていうのも、それはそれで面白くないよ、本当に。だって一日中ゲームやってるから絶対そいつが強いんやもん。全然思んないで、そんな中でゲームやっても。でもだからといってね、月10万円使ってるやつが強いっていうのもね、それはそれでね、お金持ってない人からしたらね、不満は出てくるでしょうからね。まあ、この辺のバランスは多分難しいんやろうな。でもガチャが流行ってるっていうのは、お金払うから強くさせてくれっていう人が多いんでしょう。そういう人が多いから、今の日本のゲームはそういう風になってしまってるわけやからね。これはもうゲーム作り手、ディベロッパーに対してどうこういう問題じゃなくて、日本のゲーム業界、プレイヤーがそういう風になってしまってるわけやからね、もうこれはね、どうしようもないと思います。さあ、これで最後かな。はい、コメント92、最後ですね。無駄なことに全力で取り組む姿勢、これやで、これですよ。無駄なことに全力で取り込む姿勢、取り込むじゃない、取り組む姿勢、めちゃめちゃええ。この最後の一文、これに全て集約されてるよな。もういろんなことごちゃ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 わけわからんこと言ってるやついっぱいおるけど、これなんよ。で、これはゲームの作り手側だけに言ってる言葉じゃなくて、プレイヤー側にも当てはまることやね。無駄なことに全力で取り組む、それが遊びやでっていうことですわ。素晴らしい、素晴らしい締めくくりではないでしょうかね、これ。はい、ということで、ちょっとね、長い時間ペラ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 しょうもないこと喋りましたけれどもね、まああくまでも、まあ、私のね意見として言わせてもらってます。まあいろいろとね、人によって感じ方が違うと思いますんでね、まあその辺で言い争うつもりも全くありませんしね、あくまでも私の個人的な意見ということで適当に喋らせてもらってます。皆さんはどのようにお考えでしょうかね。はい、っていうわけでございましてね、まあなかなか面白い、こういう企画は面白いですよね。ゲームスパークさん面白いですよね。うん、ということで、マーヤの深夜の雑談、今日はねこの辺で終了したいと思います。またね、何かネタがありましたら雑談していきたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。バイビー。